今日はですね、ハサミの紹介をしたいと思います。一愛好家の僕からですね、初めての方とかこれから盆栽始めたいなっていう方向けに、僕はこういうのを持ってて、こういう風に使ってて、本当は別にここまでいらないよみたいなのがいっぱいあるので、そういう説明をしてですね、役に立てていただければなと思います。じゃあ早速なんですけど、まずハサミといってもですね、何に使うかによってちょっと条件変わってくるので、一応僕がやってる盆栽の大きさですねをまずお伝えします。はい、僕はですね、だいたい小さいものだとこのあたり、あれピント合わないあったあった小さいものだとこのあたりで、ちょっと大きめになるとこれぐらい、まあ商品盆栽の枠の中でやってます。でそれぐらいの枝を切ったりとか根をいじったりするのに、まあ役に立つハサミっていうことで買ってます。極端なこと言うと、初めて盆栽やる人とかこれからの人はこれ1本でもいいかなと思ってます。この普通のクラフトバサミ、プロでもこれを使ってる、まあ根の処理だけですけど方もいて、なんかわざわざですね、最初からこう3000円とかするんですよ、下の。やっぱ3000円とか4000円、まあ僕の使ってるのキクワっていうメーカーで、まあ高くもなく安くもなくって普通のメーカーなんですけど、もっと高いのはね1万円とかするのありますよ、これぐらいで。そういうの使ってるんですけど、それ最初に買うぐらいだったらもう一鉢ね盆栽買った方がいいんじゃないって思う時があるので、まあ最初はこういうのとか、まあこういうの、まあ、こういうのちょっとダメかな、これぐらいの方がいいかなを買ってみて、でやっててですね、なんかもうちょっとやっていきたいな、長くやりたいなとか、もっと深いとこ入っていきたいなと思った時に、初めてこういうのをね買ってもらうのがいいかなっていうのが僕の考えですね。はい、じゃあ具体的にね、ちょっとね、何のハサミが何に使ってるっていうのをね説明していこうかなと思います。一番使わないやつからいこうかな。まあ、一般的によく見る、まあ、盆栽のハサミって言ったらこれを想像する人がまあいるかなと。やり始めるとこっちじゃないんですけど、盆栽バサミですね、普通の盆栽バサミ、これだいたい1000円ぐらいで買いました。用途としてはですね、まあ、こういうさっき見せたこれぐらいのポットの根を切ったりするのに使います。まあ、ポットから出して、まあ、もちろんねポットの中の根の状態が分かってるっていう前提ですけどね、本当に買ってきてどうなってるか分からないものの場合は、もちろん一回このまま出して全部ほぐしてから根をこう切り始めるんですけど、まあ、大体どうなってるだろうって分かってるものに関してはこれでいきなりこう出して、下をこうね長いと面倒なのでズバンと切ったりとか、でそっからほぐすと、まあ、ここの分ですね、ほぐす手間が省けるのでちょっと早めにほぐせます。まあ、そんな感じです。で、わざわざね、そのハサミをこう用意する理由なんですけど、ハサミって基本的には枝とかね、葉とかを切ったりするように作られているので、このね、土の中にあるものを切ったりとかするときですね、すると、まあ土とか、あと石とかも入っているので、それにね、刃が当たると、こう刃がね、悪くなったりするらしいので、一応それ用に、安いのね、1個用意してあります。次はですね、これにしようかな。さつきバサミ、まあさつきバサミ、あとね大久保バサミっていうのも持ってます。はい、で名前の由来はよく分かってないです。その名前がついてるものはこの形だっていう認識で持ってます。用途としては、まあ枝とか葉とかを切るんですけど、まあ違いとしてはですね、こっちの方が手前にあるものを切るの楽、奥のあるのを切るの楽っていう、そういう感じですね。まあ、こっちだけを本当は使いたいんですけど、まあ、こういうものがあったとしてですね、外切るときはやっぱりこういう、なんていうんですか、よいしょ、刃が自分の手元に近いものを使った方が、刃がね手元に近いものを使った方が楽なんですよね。コントロールがしやすいのでこう切りやすいです、とっても。ただちょっとね、これ奥まったところにですね、これだと分かりづらいんですけど、こうハサミを入れていこうとするとどうしてもですね、ある程度ここの部分が必要になるんですよね。この長さ、この部分をこう中に入れないと切りづらいんですよね。これだとね、ちょっと奥までこう無理やり入れてると枝の中をこう通していくので、こう、ね、各枝をこうゴリ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 やっちゃったりっていうことがあるので、まあ、そういう場合にはですね、こっちの方がいいかな。なので
まあ、比較的こっちの方使いますね。大久保バサミあんま使わないです。はい、じゃあ次ですね、あのここら辺にねちょこっと乗ってるこいつ、これ500円でまあ買ったハサミなんですけど、あのねハサミの中で一番実はこれ使ってます。僕があんまりそんなにバチバチ剪定しない方だからでもあるんですけど、枝を切るっていうよりかはね、出てきた芽をちょっと摘んだりとか、大きな葉をまあ小さくしたりするのによく使うので、これですね、よく使う本当に。ちょっと出てきた芽をこれでねパチンと切ったりとか、大きくなりすぎた葉をまあ歯切りしたり半分にしたりするときによく使ってます。まあ、正直これがよく使う、一番よく使うので、まあこの辺なくてもいいかなとは思ってます。であとちょっとこの辺にあるやつですね、一番使わないやつからいこうかな。これが昆布切りですね。まあ使い方としては、まあ木のねこういうとこにある枝をこう横からねぐいっとねえぐるように切れるので、まあそうすると何がいいかって、こうここがねこう傷が治ってきて肉巻くんですよ。その時にちょっとえぐって切れてると、こうちゃんと平らに戻るっていうね、そういうメリットがあります。あとはそうだな、根っこ下からこうね、挿し木とかだとねちょっと長い根っこが残ってたりするので、それをこう元から切ったりとかねに使います。まあでも正直あんま使わないんで、これはまあ本当に必要になったら買えばいいのかなっていう感じです。でこっちの方はちょっと特殊なんですけど、また枝切りバサミですね。枝を元から切り取るのに使ったりします。ちょっとね いのないんですけど、どっかないかな、ないな。いっぱい枝が出てるとこの間とかをこうハサミをねこう入れてって、それをこう元からねパチンと切るのにとても便利です。で2種類ある理由なんですけど、それぞれねこんな感じで太さというか、まあ細さかがちょっと違って、まあもちろんこっちの方が太い枝切れるんですけど、ただねこの幅が結構あるので、小さい盆栽だとですね、この幅よりももっと狭いところに入れていかなきゃいけないことがあって、そういう時にこっちを使ってますね。まあ、難しいな。難しいな。説明が難しいんですけど、まあ中に入れていかなきゃいけない時にはちょっとね、細めの方がいい時もあります。こっちじゃないと、この幹ぴったりのところまでこう刃がね、届かない時があって、まあ、そのために持ってます。まあ結局その最初に買うのは別にこういうのでいいよっていうのはじゃあ分かりましたと。じゃあその次にちゃんとした盆栽のハサミ何買えばいいですかってなったら、まあやってるものによるんですけど、一応最初はこうさつきバサミって言われるの買うのがいいのかなと思います。まあいろいろ切れるし、これ使ってて困るっていうことはあんまないので、まあ奥も切れるし手前も切れるし、まあそこそこね大きさもあるし、これがいいかなと思います。いつ買えばいいかっていうのはね、もう買いたくなったら買ったらいいと思います。高いなあれ買う必要あるのかなと思う間は、まあ、買わなくていいですし、最初からねこういうのをこう買ってやりたいっていう方はそれでも全然問題ありません。大丈夫です。でまあハサミの説明ねこれぐらいなんですけど、ちょっとね特殊なまた違う用途のハサミがあって、これなんですけど、これ刃が小さいですよね。これね針金を切るためだけのハサミで、まあ、針金切りとか線切りバサミとか言うんですけど、これはねちょっとまた枝を切るのとは違うので、また別にね、動画撮って説明したいと思います。あ、ちなみにですね、今なんかパチパチやってましたけど、本当はこうやって空振りするの良くないらしいので、やらない方がいいです。はい。豆知識です。はい。というわけでね、今日はね、ハサミの説明させていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。